長崎のトルコライストルコライスは長崎県、主に長崎市を中心としたご当地グルメ。一皿に多種のおかずが盛り付けられた洋風料理。また、関西地方や横浜、川崎地区など長崎以外の地域にも内容の異なるトルコライスが存在する。長崎のトルコライス。かつにデミグラスソースがかかったモノトンカツ、ピラフ。 スパゲッティが一つの皿に乗っていることを基本とする。ピラフは当初、ドライカレーが主流だった、ともされ、あるいはチャーハンであることもある。スパゲッティはナポリタンが多い。上から、ドミグラスソースや、カレーソースなどがかけられる。サラダも同じ皿に乗せられるか、または別皿でつくこともある。細部は店によって異なり、また一軒の店で複数の種類のトルコライスを、 提供する場合もある。トルコ風ライスとして出している店もある。一つの皿に複数の料理を乗せることからお子様ランチに例えられ、大人版お子様ランチ、大人のお子様ランチなどと形容されることがある。1950年代に誕生したとされるが、名前の由来も含めて確かなことはわからない。1952年生まれの佐田正氏は3歳8。 ヶ月から小学生時代にかけて、長崎音楽院に通い、日曜の昼休みに外食するのが楽しみだったとしつつ、夕月のカレーとともにつるちゃんのトルコライスは、めったに食べられることはなかったと記している。かつては、長崎と同じタイプのトルコライスが県外で見られることは、あまりなかった。上山土地の漫画、クッキングパパは1992年に掲載された。 トルコライスを題材にした回で、劇中、長崎では、どこにでもある、博多にはないと登場人物に会話させている。1999年には、朝日新聞島根版で、長崎出身の記者が、他県ではあまり見たことがない、と記していた。また2001年の朝日新聞大阪版では、記者の長崎出身の知人が、大阪のトルコライスに、 スパゲティがついてないと不満そうにしている様が記されている。佐田正さと長崎県東京事務所はそれぞれ東京に出てから長崎のトルコライスがないことを知ったと記している。近年は長崎を紹介する旅番組でご当地グルメとして紹介されたり、前述のクッキングパパや森田慎吾、駅前の歩き方のように料理。 グルメ漫画で取り上げられるなどメディアでの紹介も増えた。旅行ガイドのルルブ長崎やマップル長崎では2010年代にはほぼ毎年のようにトルコライスのページが掲載されている。県外でも長崎出身の料理人が開いた店で提供されたりトルコライスを知って店のメニューに加えたりされるようにもなった。また2003年頃からはセブンイレブンなどの コンビニエンスストアで弁当として販売されるようにもなっている。長崎県東京事務所も2007年には東京でトルコライスを食べられる店を2軒紹介している。なお長崎にもバターライスの上にサワークリームで仕上げた牛肉、エビ、野菜が乗るといった全く異なるタイプのトルコライスを出す店もあった。 トルコの兵隊に作って食べさせていたトルコ料理を先輩から伝授されたとしていた。トルコの名を冠してはいるが、トルコ料理に同じものはない。トルコは世俗主義ではあるもののイスラム圏であるため豚肉食は忌避される。日本経済新聞の連載、変食アカデミーでは1997年の記事で、トルコ料理店マネージャーのトルコの人にとって豚肉は、 宗教上食べるのは愚か、見るのも嫌なものなんですというコメントを掲載している。周達夫は、塚口駅前のイタリア料理店にあったトルコライスの写真と、大阪、東京、長崎の店のトルコライスを取り上げた朝日新聞記事を上げて、トンカツを使った料理にトルコの名前をつけていることが、許せない、けしからん、いただけないと記した。また、 ピラフとスパゲティを一つの皿に盛り合わせることもない。一方で、トルコ料理のケバブでは皿に盛って共するものがあるが、ピラフと肉、サラダの組み合わせを一枚の皿に盛る点で、トルコライスに煮る。変色アカデミーでは、鈴木正氏から、トルコには、ピラフの上に、洋肉や豆の煮込み、野菜などを乗せたものや、鶏肉に、好み、野菜、 米を詰めたドルマという料理はありますと紹介され、ピラウ料理の写真を掲載して比較している。また2001年の朝日新聞記事でも、スライスしたケバブを乗せたピラフの写真を、本物のトルコ料理として掲載、比較している。長崎市では、エルトゥール合ル奏難事件の起きた9月16日を、トルコライスの日として2010年に制定したことがあった。 中日トルコ共和国大使館から食文化を通した国際親善の打診があり、2013年5月に全日本市中市協会の訪問団がトルコを訪れたが、同協会の長崎県本部会長がトルコ料理人、シェフ連盟との会食の席でトルコライスをアピール。しかし、連盟の会長からトルコにはとんかつはないこと。 炭水化物が同じ皿に乗ることがないことの指摘を受けた。県本部会長は会員制の長崎トルコライスクラブを創設する計画があり、トルコの本場料理と共演するイベントの開催も考えていたという。これが報じられるとインターネット上で話題となり、直後に長崎市長の田植福が東京の大使館を訪問するに至った。田上の訪問に対して、 大使館は、9月16日は遭難者を悼む聖なる日だとして、同日をトルコライスの日とした趣旨を質問。そのような神聖な日であるにもかかわらず、そういった事情を一切考慮することなく、余つさえトルコにとって近畿である豚肉を使った料理の PR に利用するのは遭難者とその遺族に対する侮辱であり、友好にとって逆効果ではないかと指摘。 同大使館はまた、トルコライスは、長崎独自の食文化でありそれを否定するつもりは、ないとしながら、トルコライスは、トルコ料理ではなく全くの無関係であり、誤解を招く状況であるとした。これを受けて、長崎市は2013年7月19日に、トルコライスの日を廃止した。上原一郎設備ストロ、ボルドー店主の父、上原一郎は、 兵庫県姫路市の出身で外国船の船員をしていたが戦後は神戸の米軍将校クラブシルバーダラに勤めたクラブに出入りする日本人女性や従業員のために冷やご飯で焼き飯を作ったが外国人のクラブのため焼き飯といえずトルコのピラウに似せたとしてトルコ風ライスと呼んだ実際に トルコのサフランピラフに似せようとサフランを用いたりターメリックを試したりもしたがカレー粉になったとも言う。とンカツやスパゲッティはおかずを求められてつけたという。上原は妻の故郷である長崎に移ってレストランマルゼンのシェフ松原と知り合う。松原が入院してスケ人トとして入ったが経営者から相談を受けた際にトルコ風ライスを紹介し 松原が退院して復帰した後に初めてメニューに乗り、長崎に広まったとする説。2004年のリブ長崎が有力とした三つの説の一つ。長崎外国語大学の副学長、姫野樹日が2019年6月6日、秘密の県民賞で有力な二つの説の一つとして、紹介した話は、本説の商工クラブの下りに沿っているが、 料理を商工に出したとしている点に相違がある。柏井久氏は、上原一郎を、ビストロボルドーの仙台シェフとしているが、ビストロボルドーは1987年に、東大の店主、上原はじめが自ら開業した店である。伊丹優はすでに廃業した、レストラン、金子の仙台マスターの話として、神戸の商工クラブや、ピラウ。 レストランマルゼンに触れて、最も具体的な理由を持っているとしたが、レストランカネコは、店主が1983年に店を構え、2008年1月末に、閉店して25年の歴史に幕を閉じた店である。レストラントルコ説レストラントルコで出していたメニューが、店名からトルコライスと呼ばれ、他の店にも広がったとする説。喫茶店、ルちゃんがこの説を提唱しており、 二代目店主が、レストラントルコの開店特別メニューをヒントにして、メニューに加えたとしている。レストラントルコは5年ほどで廃業したという。また、レストラントルコのマッチが残っている。2004年の、リブ長崎が有力とした三つの説の一つであり、姫野純一が、秘密の県民賞で有力とした二つの説の一つでも、ある。 長崎の喫茶店で考案されたとする説もあるが、レストラントルコを喫茶店としているのかはわからない。また喫茶店である、鶴ちゃんについて、毎日新聞は2008年から2009年にかけて、トルコライス発祥の店と書いていた時期があったが、鶴ちゃん自身は元祖ではないとしている。喫茶店の店名をトリコロールとする説については、トリコロール説を参照。 松原美代子説レストラン丸ンのシェフだった松原美代子が作り、命名したとする説。女性の晴れ着姿をきっかけに上半身をライス、帯をかつ、着物の派手な柄の裾をスパゲティに見立てた。2004年のリブ長崎が有力とした三つの説の一つ。当時、特殊浴場をトルコ風呂と呼ぶなど、トルコと名付けるのが流行っていたので便乗して、命名したとする。 また、当時人気を呼んでいたトルコ風呂にあやかり、運と勢力をつけて頑張ってほしいからという理由で、命名したとすることもある。長崎の郷土市や中西慶は、レストランマルゼンの国区長を創生者として、当初はトルコライスと同じレシピとして、シシカバブではなくトンカツをあげている。 地理的命名説トルコライスを構成するそれぞれの料理をどこかの国、地域に当てはめ、その中間にあるのがトルコだからとする説。2000年代半ば頃から二つをつなぐ、架け橋と表現されることもある。チャーハンが中国で、スパゲッティがイタリア、トルコが東洋と西洋にまたがる国、中東発祥のピラフがアジアで、イタリア料理のスパゲッティがヨーロッパ、 カレーが、インド、トンカツが、中国、スパゲティが、イタリアなど、どの料理をどこに例えるかにも諸説ある。1993年の、リブ長崎では、中間説として取り上げているが、自転歩での命名の証言としてではなく、聞いたことがあるとして紹介されていた。また同誌では、トルコ人にトルコライスについて聞いた記事があり、そこでは、 トルコライスの命名の由来としてではなく、トルコという国について、ブリッジカントリー、架け橋であると説明されていた。柏井久氏は、最も有力なのが、地理的命名説とするが、ビストロボルドーでは、トリコロール説とともに、長崎のタウン市によって二十数年前に、編集会議で仮説として作られ、書かれたものであるとして、事実とは異なるとしている。 タワラ一も、また、地元タウン市の編集会議で立てた仮説だったと当時の、編集者が後に明かしたとしている。なお2004年の、リブ長崎では思いついた仮説や、未確認の噂を取り上げたことがあったとして、誤っているが、具体的にどの説がそうかは記していない。また、中間説、架け橋説とは別にピラフを、トルコのアナトリア高原、トンカツを、 タウルス山脈、スパゲティを、英ゲ海の海岸線に見立てた説を1993年の、リブ長崎が、やはり伝文として、トルコの地形説と記し、日本経済新聞の連載、変色アカデミーでは証言者を紹介した二つの、説とは別に挙げた、諸説の中で、地形説として記している。伊丹優もまた、並べ方が、トルコの地形に似ている説を挙げている。 トリコロール説トリコロールが点火してトルコとなった説。1993年のリブ長崎でフランス国旗に代表される三色旗を挙げてトリコロール説として取り上げられているが他の説と違い証言者、伝聞の紹介者のいずれも記されていなかった。ビストロボルドーでは地理的命名説とともに長崎のタウン市によって二十数年前に 編集会議で仮説として作られ、書かれたものであるとして、事実とは異なるとしている。タワラ一も、また、地元タウン市の編集会議で立てた仮説だったと当時の、編集者が後に明かしたとしている。なお2004年の、リブ長崎では思いついた仮説や、未確認の噂を取り上げたことがあったとして、誤っているが、具体的にどの説がそうかは記していない。柏井久氏は、 トルコライスを最初にメニューに載せたのがトリコロールという店だったからという説を紹介し続けて新説と称して3つの食材をフランス国旗に見立てた説を披露しているが前述の通り1993年の時点で3食期からのトリコロール説は言及されているよくわからない料理説トルコが 当時あまり知られていなかったとして、よくわからない料理という意味に由来するという説。伊丹優は、著書で、神戸と大阪には、長崎とは全く異なる、トルコライスが存在すると記しているが、詳細は省くとしてそれ以上のことは書いていない。今週時は、大阪、京都などの関西地方にトルコライスがあるとしている。京阪神の養殖では、 大阪と京都の店をあげつつ、関西トルコライスとした。2001年に、朝日新聞が、大阪で元祖を名乗る店として、洋食店、イスタンブールを取材している。炒めた、ケチャップライスの上に半熟に焼いた時き卵と,とんカツを、乗せて、デミグラスソースをかけたもの。店主が20代半ば頃に、アルゼンチンの公園で見た。 トルコ人が食べていた弁当をヒントにして1963年にメニューにしたという。記事では大阪でトルコライスを出す他の店でもよく似ていたとする。今週時はオムライスの上にトンカツが乗ってデミグラスソースがかかっているとした。店名は元はエビスだったがトルコライスが有名になってそれに合わせて1989年に変更した。 ミーツリージョナル2005年5月号が、スタンダードトルコライス3決。としたうちの一つ。柏井久氏は、京都の洋食店、野良黒のトルコライスについて、ケチャップ味の炒めご飯に、一口カツの卵とじが乗り、デミグラスソースがかかったもので、洋風カツ丼と表現し、京都は愚か、他都市の洋食屋さんでもトント見かけないとした。今週時は、卵が、 プルプル震えるトロトロオムレツの中にケチャップライス、その上にビーフカツとし、2007年の44、5年、前に、店の主人が独自に考案したもので、イスタンブールとともに、オムライスとカツという流れと記しているが、大阪トルコ、京都トルコと分けて書いていることもある。ミーツリージョナル2005年5月号が、スタンダードトルコライス三欠。 としたうちの一つで、約40年前に、ナポリタンのライス版として作ったとする。田原新一は、大阪のトルコライスとよく似た料理として、福井県越前市竹尾のボルガライスを挙げている。周達夫は、塚口駅前のイタリア料理店にトンカツを用いた、トルコライスの写真があったとしている。関西地方にはまた別のタイプのトルコライスを出している、店もある。 今週時はまた、大阪の、ゼニア食堂のトルコライスについても記している。鉄板の上に、玉ねぎや肉など親子丼の具のようなものが乗り、生卵が落とされていて、具の元に隠れていたご飯は、カレー味だったという。2007年時点で、店は35年目だった。ミーツリージョナル2005年5月号も、スタンダードトルコライス三欠。 とは別に掲載し、洋風丼を目指したとしている。NHK、食材ロマンは2009年2月28日の放送で神戸のピザハウス F を取り上げ、テキストにトルコライスを掲載し、香ばしく炒めたご飯にカレーをかけ、生卵をトッピングしたと記している。今週時が横浜、川崎地区にあるケチャップライスの中に、 カツが入った長崎と違うタイプとしているもの。中入れ方式とも呼び、また、横浜、川崎型トルコライス、景品トルコとも記している。田原新一は、ケチャップライスとカツをまぶすと表現している。川崎市の中華料理店、角屋は、戦後間もなく、渋谷駅前の大衆食堂、渋谷食堂で食べたものを後になって真似たという。渋谷食堂は、 現在の渋谷の万葉会館だが、万葉会館には、当時のメニューは残っていないという。東急東横千円線の多くの店で、メニューに加わったが、姿を消していったという。タワラ一は、ケチャップライストンカツデミグラスソース、ケチャップライスという三層構造とする。本目の、キッチン差し電は1975年に移転してくる。前は、 か田のミスタウンという映画館外にあり、その頃からトルコライスがメニューにあったという。タワラ一は洋食系のポークカツレツのテイストのトンカツが一口サイズに刻まれていてケチャップライスに隠されているとする。横浜の三つ輪グリルではもともとケチャップライスの中にトンカツが入っていたのを一見してカツが入っているのがわからないとして、 カツを上に乗せるようになったとする。店主は、名前の由来について、トルコ式サウナのように中に入っているから、トルコライスという説もあったと述べている。今週時はこれらの店舗の調査から、戦後の東京南部、川崎、横浜では、トルコライスはそれほど特別なメニューではなく、親しまれたメニューであったと判明するとした。地域で、 同じタイプのトルコライスを出している複数の店があるかは不明ながら他にも長崎とは異なるタイプのトルコライスを出している店があるまた文献や映画にもトルコライスが見られる東京には横浜川崎地区のトルコライスの源流とは異なるトルコライスもある1963年に二流東企業がスキア橋店で カツとハヤシライスなどを組み合わせた料理をトルコライスとして出し人気を集めたという2001年に朝日新聞が東京で元祖を名乗る店として千代田区の大衆食堂富士を取材しているケチャップライスの上にキャベツの千切りを敷いてトマトソースをかけたとんカツがあったとする店主が約20年前本で見たトルコ料理を真似たが 写真が不鮮明で、トンカツとケチャップライスに見えたという。変色アカデミーでも、同性同名の店主で、富士食堂として紹介している。なおどのような料理だったかは不明ながら1930年の東京名物食べ歩きでは養殖をやっていた、銀座の東京パンに、メキシコライス、トルコライス等があったことを記している。 また伊勢丹新宿店の社員食堂では1936年3月、第1週月曜日の夜の献立で、トルコライスを選択できた。いくつか有名店があったとされるが、田原新一が取材した時には食べられる店は一軒しか、確認できなかったという。ライスにチキンカツを乗せ、カレールーとハヤシソースを半々にかけたもの。他の店ではトンカツだったり、 チキンライスだったりしたとする。元祖とされる店のトルコライスは、長崎のトルコライスが元だとも、と記している。小菅稽古は、日本経済新聞の連載、変色アカデミーにて、同じものかどうかは別にして、明治時代の文献に、すでに登場しているとしたが、具体的な文献はあげなかった。福沢諭吉が創刊した、時事新報の料理コーナー。 何に使用湖にある土のみ、その飯は鶏肉、または牛肉のスープで炊いたご飯をバター炒めにしたものである。また村井玄祭の小説、食道落秋の巻でも、第248ペラオ藩に、トルコ藩すなわちペラオというお料理、第261料理の域には、ペラオのような米料理はトルコ風から出ていると言及があり、さらに、 フロク西洋料理の部では、第一ペラオハンと申すのは、トルコ風の、ごく手軽なお料理に始まって、第八サフランハン、第十トルコハンなどが上がっている。伊丹ミは、長崎のトルコライスとは関係ないようだとし、産経新聞は、ペラオハンに、ピラフとカッコきしている。オーギュストエスコフィエは、著書、レガイドクーレネールに、リズ・アラ・デュルクを記している。リズ・ピローを作る。 サイの注ぎ汁にサフランを一緒に入れ、煮上がった後フォンデュドゥトマトを混ぜるものとした、鈴本敏夫、フランス料理献立書を呼び、調理法解説も、リズの中に、アラ・デュルクをあげて、サフランの粉末開園ヌ、スマナレーズンズ及び生牛楽を加えて調整する、ものとす。としている。深沢雄氏も、著書、西洋料理の、第二小米飯料理に、 ゴリーやラチュルックをあげて、トマトとサフランを用いた複数の料理法を記し、この米飯はサフランを加えた米飯は、チュルックと称えられるとしている。また、著書、西洋料理500種では、ポルトガル風ご飯の応用として、トルコ風バターご飯をあげ、ピローご飯を作る際に、トマトとサフランを加える料理法を記した。なお、フランス食の時点では、 トルコ風について、トルコ、または、オスマン文化を想起させる料理に用いる表現、としている。またサフランピーラフは、現在のトルコでは見かけないという。新た優作は、新た西洋料理の、ティンブル・タンバル料理に、ティンブル・デ・リズ・テュルクをあげて、これは、トルコライスと称し、大衆向きの安価なライス料理であると記した。トマト色をつけた。 ハム混ぜライスを丼に盛り、豚肉を棒切りにして、パン粉をつけて揚げたものを上に並べて、片側にカレーソース、片側にルミグラスをかけるとしている。1954年公開の映画、山の音で45分過ぎの一場面に、東京近辺でロケをしたと思われる街頭の店先に、メニューとして、カレーやチキンライス。 林ライスとともにトルコライスを表記した飲食店の立てか板が、ちらりと右下に映っているが、どのような料理だったかはわからない。ありがとうございます。